いわきの美味しいものを紹介するチャンネル、いわき防衛隊のチャンネルです。今日はちょっと遊びに行ってきました。僕はサッカーいわき FC の試合を見に行くのが本当に好きなんですが、そこでこのマスコットを着ている浴衣、おしゃれな浴衣を着ている方多く見かけます。このコラボ浴衣ですね、いわき FC とのコラボ浴衣を出している大見グループのお店に遊びに行ってきました。浴衣ですとか和服、和装ってね、自分で選ぶの難しいんですが、そういう悩みもね、解決してくれるのかなということで、同じいわき FC のサポーターの女性の方にご協力いただきまして、可愛らしい浴衣を選んで着ていただきました。どんな風に仕上がっているか、ぜひとも皆さん見てください。お店の方も本当に優しくてとっても楽しかったです。着物や浴衣のお悩みは着物のお身にお任せということで、ぜひとも本編の方を見てください。着物の大見鹿島ショッピングセンターエブリア店さんの方にお邪魔してきました。展示スペースとお店と2箇所ありますので、まず展示スペースの方からご紹介したいと思います。どちらも2階にあるんですけども、北口の方から入りますと展示スペースが目の前にあります。この鉄人28号の映像がありますね。こちらが展示スペースです。撮影日はいわきの花火大会がありましたので、そちらの仕様になっておりましたが、現在はいわき FC 対福島ユナイテッドの試合をこのコラボ浴衣を着て見に行こうというような仕様になっておりました。こちらの浴衣買えるので、興味がある方はぜひともこれを着て応援に行きましょう。展示スペースからお店の方も近いんですが、お店の分かりやすい紹介としましては、こちら、南口の方から入っていくとスムーズに説明できるかと思います。入ってすぐのイベントホールからエスカレーターで2階に上がってください。2階に上がりましたら、そのまままっすぐ行くと着物の帯のお店があります。すぐ分かると思います。こちらになります。はいね、お店もね、可愛らしい感じですごく綺麗で広いです。この日は浴衣の着付けをするスペースを取っておりましたので、普段とちょっと違うようですね。今日よろしくお願いいたします。今日は着物の大見、ショッピングセンター鹿島エブリア店に来ております。よろしくお願いします。この着物の大見さんはですね、どんなお店ですか？はい、いわきを中心にですね、福島県の中通り、浜通りなど仙台の方にもあるんですけど、はい、こちらの方で地域の皆様に近づいていって、より愛される企業を目指しています。あと今日はですね、夏祭りの日にちょっと撮影来まして、浴衣とかをこうちょっと着てもらいたいなと思ったんですよ。はい、はい、選んでいただけます？ぜひ一緒に選びます。ありがとうございます。では多分今流行ってるやつとか、こうトレンドのやつとか、あとはクララちゃんに合うのを、選んでくれるんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ここからはお店のスタッフさんと、モデルのクララちゃんがですね、浴衣を選んでくださってます。お店の方もですね、大変和装に詳しいので、何か悩みとかね、どういう風に合わせたらいいかわからないといった時は、ぜひともお店のスタッフさんに質問してみてください。きっと助けてくれると思います。二人が選んでる間にお店の内装を簡単に説明したいと思います。お店ですね、結構広くてですね、そしてスタッフさんも多いので、いろいろ気軽に聞けるようになっております。素敵な着物もたくさんありますので、一度見に来てください。この日は着付けスペースを取っておりましたので、普段とはちょっと並びが違うようです。二人ともとっても楽しそうに選んでますね。今日は浴衣選んでいただきました神野さん、これなんかちょっと撮りますけども、いわき FC って書いてあって、特徴的な浴衣着てらっしゃいますね。これ似合いますね。ありがとうございます。これはどういう浴衣なんですか？今回地元のチームであるいわき FC さんとコラボさせていただいて、オリジナルの浴衣を作らせていただいたんです。おー、いいですね。とっても綺麗ですね。ありがとうございます。はい、はい、でこちらの浴衣を着てですね、先月の16日に行われた試合なんですけど、こちら、はい、大見グループプレゼンツの浴衣マッチとして開催させていただきまして、こちらの浴衣は全員皆さんで来て応援しに行ってきたんです。へえ、ありがとうございます。まあ、その夏は浴衣の着付け教室とか以前もやってましたもんね。そうですね、はい、月に1回ぐらいでやってましたね。でそういうのもやってたし、こうやって選んでいただくのもね、お店に来ていただいてやるのも大丈夫だと。はい、はい、可愛くしてくれましたか？可愛くなったと思います。はい、じゃあ見てみたいと思います。はい、どうぞ。こちらです。
モデルさんが素敵なのもありますが、素敵な浴衣、そして帯を合わせていただいたのかと思います。とっても似合ってますね。可愛らしいです。カノさんと一緒に選んでみてどうですか？何色っていいのかなっていうのもちょっと最初分かんなかったんですけど、一緒に選んでいただいて、すごい素敵な柄を選んでいただいて、うん、帯も一緒に、まあ、何個かピックアップさせてもらって、うんうん、まあ、どれがいいかなっていうのを一緒に選んでいただいたので、すごく楽しく、うん、うん、なんかすごいね、あのすごい2人楽しそうだったんだけど、こっちすごい疎外感だったから、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱりね、あの2人で選んでるの楽しそうだったよね、うん、あのこの大見のお店に来るお客様、どういう方が多いですか？そうですね、やっぱご家族の節目節目ですね、成人式だったりとか卒業式ってあると思うんですけど、うんうん、そういう時にやっぱお着物着たいっていう方たちがいらっしゃってくださる方が多いですね。あ、そうなんですね。そういう時はもう全然相談に乗ってくださると。もちろんです。うちにあるお着物で実際に来ていただいたりとかしながら選んでご相談に受けてます。はい、あのおじさんも後でこっそり来たいなというふうに思います。あ、よかったです。男性スタッフさんもおりますもんね。そうですね、結構多いかなと思います。はい、クララちゃんも今日可愛くしてもらって、はい、とても似合います。いかがだったでしょうか。着物の大見さん、とってもスタッフさん優しくて、とっても分かりやすくて楽しい時間でした。小物なんかも多いんですのでね、どういう風に合わせたらいいか分からない時もぜひともね、あの今のおしゃれのトレンドに合わせて選んでくださると思いますので、ぜひお越しください。撮影ご協力いただきまして本当にありがとうございます。2人とっても楽しそうでしたね。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。皆さんよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また動画見てください。